はい、こんにちは。今日はクロスカットスレッドの紹介です。3種類のスレッドを紹介します。目的は安全装置です。まず1番目のスレッドはこれです。箱型のスレッドよりこのタイプが最も使いいいと思っております。当然横引きをしますが、角度切りも非常に簡単です。ただこのスレッドで奥行きのあるもの、例えばこれに対して直角を切りたいなと思った時に、まあまあこれなら2台でできるのかもしれませんが、こういうことになってしまいますね。ここで工夫をしてみました。こんなガイドを作りまして、取り付けも非常に簡単です。これだね。こんな板をカットしようとした時に、このスレッドは落ち込むことなく幅のあるワークを切ることができます。次に腕の角度切りをしようと思います。こんなバイスを作ってみました。こんな長さのものを切ろうとした時には フェンスがないとこんなことができます。
これは小さなスレッドです。まあ、小さなものを使うには長方形を使ってます、この指掛け穴でストッパーになってます。テーブルと天板少し削りました。これが乗り越えてこういうことになりますね。日本レールです。こちらにも安全装置をつけてます。このスレッドの製作はさほど難しくはないのですが、この安全を考えて製作した人以外が使用したときに非常に危険をはらんでいます。誰が使っても
フロントフェースからブレードが飛び出さない仕組みを考えた方がいいと思います。今日は3種類のスレッドの紹介でした。参考にしてください。